皆さんこんにちは、ナミヘ実行委員長です。そして運営委員の田村哲郎です。いや、どうですか。どう、どうしてもこう避けては通れない話というのが一個あって、それは何かっていうとお兄ちゃんの話ですよ。はい。でこの、まあ、王子の多言の、今店長とかね。そうですね、責任者的な、はい、そうですね。あの田村哲郎くんのお兄ちゃんが、田村和弘というですね、これもなんて言ったらいいかな、我々の世代から言うともう結構伝説的な男って言っていいような、もう本当にあの我々の世代をもう代表するようなピアニストの一人、数少ない一人っていうふうに若い時からね言われていた、人物なんですけども、その彼の、弟が田村哲郎君なんですが、その彼はですね、田村和弘さんは2年前に、急死してしまったんですね。亡くなってしまったんです。でまあ、その時はねすごい大変だったしあれですけど、あのそういうことがまあ、あった上で今実はこういう話になってるんだけども、お兄ちゃんってその どう思ってたの。お兄ちゃんミュージシャンなんだけど、はい、どういうふうに思ってたの。そうですね、やっぱ一緒にこうこのお店でも働いて、うん、で、まあ、実際この多言ではライブ、ジャズのライブを兄が主催ですかね、やってたね、ブッキングしてで毎月1回とかやってもらってたんですけど、やっぱりその、まあ、音楽をやってる時の兄っていうのはやっぱ素晴らしくて、もう本当にこう音楽仲間と一緒にライブをやるとき楽しそうな、そうだね、破格に楽しそうな、そうあれは本当にもうなんか羨ましいというか、僕なんかもう音楽は、まあ、ちょっと小学校の頃に習ってはいたけど、うん、やっぱ続けてなくて、うんうん、兄はその分続けて、うん、ずっとやってて、うん、やっぱそのライブをこう生で見させてもらうと、うん、やっぱ音楽でつながってるっていうのは本当に素晴らしいなと、うん、いうふうにいつもライブをこう見させてもらって感じですかね、うん、本当にだって亡くなった時の、お通夜はちょっと行ったんだけど、行かせてもらいましたけども、お葬式もなんかすごいたくさん集まったでしょ。そうですね、もうね本当に多分、ね、ものすごい愛されてたっていうか、まあ、もちろんリスペクトもそうだし愛されてもいたし本当に素晴らしい。で個人的には、付き合いっていうのも今からもうどれぐらい前だろうな、20年近く前から知っていて、で昔からそうだけど本当にいつもね上機嫌なタイプというかね、本当にもうなんか何かこうポカをやらしてもヘラヘラして受けてくれるっていう器の広さとかね、本当になんか嫌なことが何一つなかったっていうのが彼ですけど、またもうピアニストとしても本当に素晴らしくて、これ個人なので持ち上げて言ってるわけじゃなくて、実際本当に彼のこと知ってるミュージシャンたくさんいるし、でそのミュージシャン の, きっとほぼ全てがどれだけ素晴らしかったかっていうのをみんな感じてると思う。それぐらい本当に素晴らしい人で、本当にね休止しちゃって突然ね亡くなっちゃってしまって残念でしたけどね。そのお兄ちゃんとなんか企画をしようっていう、もともとやってたんでね、でなんだったら会社作ってやろうかぐらいの勢いでやってる時期もあって、でまあいろいろあってちょっと途中お休みがあって、じゃあそろそろやろうかっていうところで亡くなってしまって、とっても残念ですけど、まあそういう流れで波平実行委員長ってことでよろしいんですかね。よろしいと、そういうことなんですかね。はい、まあそっか、じゃあやっぱりこう田村和弘の意思も継ぐ上でね、でもなんか本当似てるよね。あ、そうですか。すごく似てると思う。ね、それ嫌なの言われたら。いや、
今となっては今となってね、本当なんかね、あのダブルところがすごいある、ね、あの喋り方とかもさ似てるよね、なんかそうなんだとかオッケーみたいな感じが、ここまであんま溜めないタイプ、ちょっと溜め薄い似てると思う。何かこう、なんかこれを残してくれたなっていうのは何かあるんですか？そうですね、まあ、なんか具体的にこれっていうものっていうよりやっぱつながりだとか、うん、まあこういう話もそうだし、うん、まあ、結局こうもらったものはその音楽のシーンでこう生で見させてもらったもんだとかっていう感じなんで、やっぱそれをこう継承していかなきゃいけないというか、なるほど、お店でやるライブも、まあ、今後もちょっとまあコロナの感染拡大防止の観点で、まあ、今はできてないですけど、うん、またやっぱりこう、まあ、お客さんからもまたライブやんないとか、うん、まあ、そういう期待もあるし、うん、やっぱその、まあ、いいと思ったものなんで、だからそれをこうもっといろんな人に触れてもらう、まあ、シーンというのを、うん、まあ、お店だけじゃなくて、まあ、この地区とかでいろいろ作っていけたらやっぱ一番いいのかなっていうので、なるほど、それでは、この辺りで今回の動画終了したいと思いますけども、その前にですね、最後に、コロナ関連どういうふうにしていくのか、我々がどういうふうに取り組んでいくつもりなのかというところですね。せっかく今ここに2人いますので、せっかくなんで運営委員の田村哲郎さんの方からちょっと取り組み方を。現状緊急事態宣言っていうところもあって、まあ、ちょっと10月のその期間っていうのがどういう感じの状態になってるかっていうのはちょっと予想が難しいところではあるかなと、うんうん、これ緊急事態宣言だったらどうしますか？そうですね、まあ、ちょっと結局まあどうなんですか ね。だからちょっとそこも考えていかなければいけないところですが、うん、まあ、やり方を変えるのか、そうですね、もう完全に中止するのか、うん、ちょっとねご覧いただいている方にもその辺ちょっとつぶさにですね、どういう動向になっていくのかも見ていただくのもいいかなと思うんですけども、まあ緊急事態宣言になるとしたらまあそういうことって思いますね。開催するとしたら取り組み方はどんな感じ？そうですね、やっぱその劇場型の感染症対策をちゃんと取って、うん、まあ、開催できる方向でやっていければということにはなりますかね。そうでしょうね、はいはい、まあ、やっぱりこうなんていうんですか、こう、まあ、ほらコロナウイルスに対して、デリケートに考えないわけではもちろんなくて、もちろん対策もしっかりして、もちろんしっかり準備をして挑むつもりですので、皆さんですね、この我々が今やろうとしていることをですね、できればですね、応援していただければいいなと思います。今ね本当に難しいタイミングで大変なんですけども、それでも、今年ギリギリの判断をしながら、なんとかできるところまでですね、ぐっとやっていきたいなと思っています。今回はですね、2回にわたって、この運営員田村哲郎君とですね、ちょっと話してみましたけど、ちょっとドキドキしました。そうですね。うん、なんかドキドキしました。慣れてないんで。慣れてない。はい。またやりましょうね。そうですね。うん、ちょっとずつやって、お互いにこう感じをつかみながらやっていきたいと思いますけど。というところで、今回は以上になります。どうもありがとうございました。